YouTube ドレミジャズ、ハンサムアンジです、ね、ドレミジャズというのは楽譜が読めない音楽プロデューサーハンサムアンジが自分の経験をもとに勝手に編み出した、音楽理論書です、ね、ウクレレを、まあ、通じて移動度を使った音楽理論で音楽の仕組みを解き明かすという本ですね。で今日この、本の、第4章いきますよ。第4章ね、応用行動編です。ついに第4章に突入ですよ、ね、みんなついてきてる、ね、これあの Kindle とか Amazon に売ってますから、ぜひ買って、ね、読んでね。で今日はそのね、ご理論シャープ183コードと真実いきましょうね。3コードというのはね、よくね聞くら、3コードで作ればちょちょのちょだよみたいなさ、あとその例えば U2 っていう、何イギリスのアイランドの、バンドの曲で3コード and truth って歌詞があったり、とにかくね洋楽はね3コードが多いんですね。もう J-POP ぐらいだよ、こんなクソみたいに複雑な、なんかクソみたいにもう複雑じゃん、なんかアイドルの曲とかってさ、あれなんでかちょっと作曲家に才能がないの、あれは言っちゃったね。あとレコード会社の決める人に才能がないの、そのシンプルな曲をいいと思えるね、うん、だから洋楽の方がシンプルじゃんイメージね。もう日本の曲は本当になんか、もうこじんまりしてね、俺は好きじゃないんだからね、言っちゃった、うん、ということで今日は3コードと真実いきますね。まあとりあえず3コード一回ちょっと実践してみようか、どんな感じかね。じゃあちょっとこの最近ハマってるギタレレね、ギタレレというのはまあウクレレとギターの合いの子ね。なんかこれウクレレの弦が合ってます。まあちょっともマグロの釣り糸だけど、ね、だからマグロの釣り糸って海で使うじゃん、ってことは錆びない、切れないんだよ、一生使えるのね。このまあギタレレのレギュラーチューニングしたやつね。じゃあ G ね、 G、D、C、 この3つよ、これが3コードです。これは G だからキー G における3コードね。でこれいくよ、もうぶっつけです、いくよ、3コードがあれば違うか、どんな曲だって作れる、イエイ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 オーイエイひどい曲だ。でもさ、なんか盛り上がる感じじゃない？イエイ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 っていう風に3コードでこういう感じ、シンプルでバカっぽくて、バカっぽくじゃない、バカっぽいのは俺だシンプルで力強い曲が作れますね。でこの3コードっていうのは何でもいいか3コードじゃなくてね、キーによって3コードはもう決まってます、もうありがたいことに。だから G の、キーだったら G のメジャーと、C のメジャーと D のセブンスの3つが3コードってね決まってて、これはね、これなんでそうなのかっていうことはもう考えてもしょうがないから、これね覚えていいと思うよ、うん、大体ね、じゃあちょっとねそれ次の動画の3、ダイアトニックコードにつながっちゃうんだけど、そのねコードというのはね、なんかねいっぱい使えばいいってもんじゃなくて、コードの中に例えば C というキーね、あキーというのはあれだよ、キーというのは例えば C のキーといったらチューナーが示す音の C ね、 C の音を中心としたドと決めて、 C をドと決めたドレミアソラシドで作る世界観なの、ね、今俺が弾いたイエイエイエイの曲は G のキーだから、 G のキーというのはG という音をドと決めたドレミアソラシドを使った世界観、ドラマ音楽の世界みたいなっていうことね。だから例えば G のキーだったら今の3コードだし、ね、G と D7 と、C というね、あと C という世界観だったら、世界だったら C と G7 と F ね、これが、3コードという決まりがあってね。でその3コードっていうのは何でもいいってわけじゃなくて、役割があるの、役割がね、なんとなく分かりやすいかなと思う例えは信号、ね、青信号、赤信号、黄色信号あるじゃん、あの感じなんだよね。この青は
いけいけ、すめすめーって、すめーじゃん。で、黄色になると、おなんか怒るぞ。だい止まんなきゃいけないから、どうしよう。なるじゃん。で、赤になると止まるじゃん。止まる。止まるとどうなん？止まるとイライラする。あ、止まる、イライラする。あ、もう早く、もう信号早く終われよ。青、ピヨーンっていけるじゃん。そのね、赤信号から青信号になった瞬間に、自分、人間の気持ちって解放されるじゃん。解放。だからそういうことなんですよ。曲もすんげえスムーズにいってまーす。スイ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 。お、なんか変わったぞ。やばいか。なんか起こるぞ。あ、止められる。解放みたいな。そういう風なね、曲の流れになってます。なんで今の曲で言うと、今の曲はちょっと逆進行しちゃってるね。普通だったら青から黄色に行って赤に行ってまた青信号じゃん。今は青からいきなり赤信号に行ってた。そういえば分かりにくいな。まあちゅうことで、3コードにはとってね、順調に行くコードと、順調に行く青信号のコードと、注意を促すちょっと変化をもたらす黄色信号のコードと、いやもう止めろ、お前一回止まって、ためろ、そして青になったら一気に解放だみたいな赤信号のタイプがあるって思ってくれると分かりにくいかな。でもとりあえず、まあいいや、一曲新曲できたんで、これちょっと今ちょっとプロデュースを、またちょうど依頼が来たあのアイドルグループに、この今の曲イエイエイエイをちょっとこうもっと作り込んで提供しようかな。そう、俺ねいつもここで曲作ってます。なんかこうね、楽譜でのどうのこうのとか、なんかこうね、コンピューターで作る前に鼻歌で作る。今はねギター使ったけど、普段はギターもウクレレも使わないもん。でまあこういう感じで、まあ3コードというのはこういうことって覚えてて、で決まってるんで、3コード、ネットで調べればね、3コードで調べれば、 C の3コードは C と G7 と F とかね、全部決まってますからね。それをまあまずね、その3つをね適当に弾いて曲作ると楽しいよ。そのまま今日は実践編でした。で、次回はこの3コードをちょっともうちょっと広げたダイアトニックコードやりますね。ということで今日はこの辺で、ハンサムハンジでした。ドレミジャース、Kindle とか Amazon で紙の本が売ってます。で、 Kindle では安く1250円でね、チャーシュー麺大盛り味玉トッピングぐらいだよ。1250円って安いな。ぜひ買ってくださいね。よろしく。ということで、以上、ハンサムハンジでした。チャンネル登録、バチコーイ！バイバイ。